重大発表します。俺は攻めるよ、俺は攻める。実はその旅配信やるんだったら企画にしないって言ってたけど、テーマは持たないとなっていうのは思ってたんですよ、前から。旅は旅でもそのテーマを一つ持つっていうのは自分の中にどっかにあったのね。で、それを今日宣言しようと思います。ハチはどつ？ハチ大丈夫？夜中までは。明日仕事じゃないの？大丈夫？無理しなくて大丈夫だからね。ありがとね、いつも。みんなありがとう。俺はちょっとこれやってみたいなっていうのがあったから、これやったらみんなに喜んでもらえるんじゃないかなっていうのがあるの、自分の中に。みんなが喜んでくれそうな必殺プランがさ。だからそれを今日ぶち上げますよ。本当はね、もっと後に話そうと思ったけど、今日でいいや。一個さ、やっぱ明確なルールがあった方がさ面白いじゃん。ただだらだら旅配信するっていうのもありなんだけど、ルールは一個作ろうと思ってんの。ナタリーいらっしゃい。そう、やっぱゲーム感覚っていうのがあるから、自分の中に。で、そのなんか旅の目的にも沿ってないとやだなとか思ってて、それが終わったらこの日本編の旅配信終了っていうものを自分の中に作って、でそれで行こうかなと思ってんだよ、自分の中で。そのただだらだら旅配信して、やっぱりその埋もれてってる人もいるから、大手に慣れてない人もいるから、そうなりたくはないんだよね。ただ旅しても意味ない。 PTPT 嘘。え、みんなどう？嘘。外れサーバー引いた？PTPT してる？大丈夫？ハッチ一回あれかもしんないね。枠、もう一回入り直した方がいい。あ、大丈夫。今回の僕の旅の目的は、今 OK や。よかった。やっぱり、多くのリスナーさんに出会うっていうことが大事だと思ってるんですよ。多くのリスナーさんに出会って、その和道っていうのを生で見てもらって、で、その、俺も多くのリスナーさんと出会っていきたいと思ってるの、本当に。で、やっぱりその一回会ったらさ、好きになってもらえると思ってるんだよ。俺もリスナーさんのこともっと好きになれると思ってるし。お、ブハいらっしゃい。釣られた？いや、ちゃんと重大発表するよ。ちゃんと重大発表する。さっきのちなみに謝罪枠だからね。今からする。おはよう、乃木へっぺん。今大丈夫。アンナさん、ありがとう。僕が決めたのはこれです。準備いい？ぶち上げるよ。聞く準備いい？もうね、今の目標が怖かったらもっと怖い目標作ればいいんだよ。俺のやり方いつもこれだから。 OK、 聞く準備できました、OK だったら、じゃあ OK だったら手挙げてください。 OK だったら手挙げて。 OK、僕が今回、4月10日から旅をします。はい。で、一回だけ帰ってくるんだけど、それはしょうがないから。
1回だけその弁当太郎さんの企画の兼ね合いでこの家には帰ってきます。それはちょっとご了承ください。それは前もって言っていきます。今回の旅配信は1万人のリスナーさんがリアトするまで帰れません。いや、いかがでしょうか。1万人の、日本全国1万人のリスナーさんがリアトするまで帰れません。どうでしょう。1万人。絶対大手になるわけですよ。どう？どう？もう縛ってやろうと思って。もう、だって大手になるしかないし、大手になるしかないじゃん。厳しいでしょ。俺はこれだと思ってんの、正直。もう、旅配信って言ってた頃から、日本編はこれしかないと思ってたの。で、企画っぽくしないよってずっと言ってたでしょ。でも、実はそれはね、逃げてた部分があったの、自分の中に。1万人のリスナー。要は、1万人に会うんじゃない？ 1 万人のリスナー。もちろん配信者もそのカウントに入れるけど、要は、WADO っていう配信を見たことがある人とかに、1万、多すぎ？ でも、日本一周回るって1万人それくらいじゃない？一生帰れない。一人一回。1000人じゃなくて、俺は1万人だと思ってんの。1000人だったらいけるから。正直、気合で。全く未知数なのは1万人なんだよ。俺の中で。どう？俺はこれをやります。帰ってきません。1万人のリスナーと、シェイクハンドするまで。いや、俺は1万人って決めてる。配信を見てない。連れだったらいいよ。全然。連れだったらいいんじゃん。要は、その人が、俺、WADO のリスナーなんだけど、って言って、友達に協力して、こいつ大好きなやつで、こういう企画やってるから応援してやってくんね。すごい大変なことじゃん。それはありだと思うよ。一日の閲覧考えてもそれはちょっと。でも、これくらいやらないと、逆に言ったらこれができたら俺大手になれるんだよ。絶対に強制的に。電波少年っぽくない？達成感はでかいし、なんかぶち上げるのは俺らしいじゃん。結ヶ千人換算とかないわ。そういうのはない。そういうのは一切ない。もう、はっきり言って、正直言うわ。3年ずっとやってきたけど、もうね、俺には才能はない。これが俺の結論なの。俺にはキャラクター性もないし、才能もないんだよ。やっぱり。格闘技もそうだけど、何かに恵まれるタイプじゃないんだよ。もうね、もう、なんつうんだろう。草の根運動しかないと思ってんの、俺には。本当に。昔からそうなんだけど。だから、一人一人に、放送を見ていただいてありがとうございますって、感謝の巡礼の旅だよ。苦行。ニルバーナになりたいの、俺は。そう。だから、俺はこれをやります。これは、どうするじゃないから。もう決めたことだから。決めたことなんで。ぜひ皆さん会いに来てください。1万人まで帰りません。以上です。4月10日から出ます。一旦帰ってきますけど。それはイベントなんで。よろしくお願いします。3年かかるな、多分。そう。もう腹くくった。もう言っちゃったから。もう言ったからね。覚えといて。割る60ってどっから来てんの？ 2 ヶ月で達成なんて考えてないよ。俺3年かけるつもりだもん、今回の旅。悪いけど。今回の旅3年ぐらいやるつもりだから。一つの旅で。ずーっとリアト妻ち。ずーっとリアト妻ち。楽しいでしょ。でもこれ、この1万人リアトつってな、ありがとう、ブハさん。
1万人リアと釈迦の寿命までには帰ってこようね。 そうだね。俺はこれやろうと思ってるんで、よろしくお願いします。家引き払うのはリアルに考えた方がいい。いや、いいよ。残すよ。家は家だからさ。ミシェルさん、ヤッホー。いらっしゃい。どこから始めるの？この家からですね。この家から出ます。で、この家に帰ってきます。金はないです。 彼女さんはどうすんの？早く帰ってくるように頑張ります。早く帰ってきます。でも、もう僕はどうしても大手にならないと自分のやりたいことができないんで、これしかないと思ってるんで、本当に配信しか。中ちゃん、そうですね、旅の内容を今話させていただきました。日本全国旅もあるんですけど、帰ってくる条件、今回の捨て頃以外は、この家に帰ってくる条件っていうのは、あれです。彼女、1万人のリア凸するまで帰らないっていう。チャリでもないです。移動手段は相変わらず変わらない。移動手段は。彼女は知らないです。イベントの時のは人数に入りますか？いや、簡単。要は、俺はずっと旅配信を始めたら、リア凸待ちっていうタイトルとか、あと何人ってカウントをずっと計算しておくから。で、ワドリア凸に来たよって一言くれればいいです。ワドリア凸に来たよって言ってくれたら、もうそれで1カウントです。大丈夫。俺はのんたんのために駆けずり回るから。大丈夫。俺ならできる。大丈夫。俺はやる。俺は約束守るから やりましょう。やりましょう。やろやろう。やります。頑張ります。1万人のリア凸するまで帰りません。絶対帰りません。日本全国回ります。どんな手段を使ってでも、ヒッチハイクでも何でもかんでも、日本全国回ります。 どんな手段を使ってでもやってやろうと思ってるんで。1万人、今まで最高って誰なのかな、リア凸の。でも、この1万人達成できたら、多分、本当に、いけると思ってるんだよね。年末年始とか旅を縦断して東京に戻ってくる場合とかある。まあ、どうなんだろうな。俺は、どうなんだろうな。わからん、正直。わからん。ただ、俺はとにかく1万人終わるまでこの日本中の旅を続けまくるって決めてる。PC で配信。あ、記者会見は全然関係ないもん。そういうプライベートの話一切しないよ。記者会見では言わない。だって、それは失礼じゃん。試合と関係ないじゃん。もし質問されたら、記者に質問されたら言うけど。なんか、プライベートで配信の目標とかありますか？とか言われたら言うけど。ていうか、もう大手になるしかない道を選ぶべきだったんだよ、最初から。自分を最初から追い込む覚悟がなかったんだよ。はい、ワード2、染島さんいらっしゃい。新しいフォロワーさん、華僑院みつるさんフォローありがとう。いやー、ぶち上げたな。いやー、ぶち上げたな。これ以外条件は付け足さないから、覚えておいてください。これ以外条件は付け足しません。4月10日から始まる旅は、僕は、リア凸するまで帰ってきません。1万人リア凸ですね。はい、ワード2、サボちゃんいらっしゃい。平成の山下清っていうか、もしそれで、やるまで僕は帰らないです。やるまで僕は帰りません。家いらないかもしれないけど、もうとにかく出ようと思ってる。もういろんな言い訳はできるから。下準備がとかいろいろあるけど、そしたらどん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 先延ばしになっちゃうから。PC バッテリー何個も買わないといけないけど、そんなんもう旅先でガンガンもうお布施もらうわ。
もうくれって言うわ、リアトした人に。お金持ちですかって聞くわ。お金持ちの方だったらバッテリー買ってくださいって、もうプライド全部捨てる俺は。今回、もうプライド全部捨ててやろうと思ってる、本当に。お金が欲しいとか言う。あそこの県に行きたいと。フェリーに乗せてくれってやるよ。もう本当にプライドいらない。途中でポキッと折れて挫折するのがわざわざだからやめとけ。言っとく感じじゃないと。知ってるよ、そめじろ。いや、もう本当に、もうガンガン攻めようと思ってる。死闘、おー、ミシェルさんすごいね。死闘だね。うん。4月10日なんだよね、なんかピンとくるのが。いや、試しはやんない。だって、リアトツ待ち1回しちゃったらもう気持ち、リスナーさんは1回あったじゃんっていう気持ちになるじゃん。やだ。違うんだよ。本当に俺が勝負にして、どれだけリスナー来るのかっていうのを見たい。俺も攻めるから。うん。宅発の旅なのかな。公共機関でも、どんな手段でも全部使うよ。もうとにかく1万人に会いに行くんだよ。どうする？一人も来なかったら。一人も来なかったらやばいよね。うん、いやー、攻めますよ。うん、攻めますよ。うん、マジで攻めるから、うん、もう小手先じゃなくてもう力技でいくよ。もうでっかい男になって帰ってきましょう、うん、そしたら今度1万人の人と出会ったら1万人の人が見てくれるわけじゃないですか。一緒に世界行きましょうよ。 ありがとうございます、ケンさん。どうもどうも、いっすいっす、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。どうもっす。今4月10日から旅配信始まるんですけど、1万人のリアトツがあるまで帰れませんっていう条件を出しました、うん、もちろん日本全国全都道府県は制覇します。全都道府県は制覇します、間違いなく、うん、1万人多いよ、多いよ。だからもうね、ふわっちをでかくするぐらいにこと考えてるから、うん、いや本気でやろうと思ってます。会ってくれる人会ってくれる、みんな。え、俺ケンさん結構本垢見たことあるけど2回目ぐらいだよ。うん、ケンさんたまにねコメント打ってくれるんだよ。行く？うん、ありがとう。和藤さんのツイッターやふわっちのフォロワー数から考えて1万人は高い目標ですね。もうだから絶対無理って言われるのが良かったの、俺としては。あのね、もう初心に帰りたかったの。俺は配信で飯食いたいんだって言ったの。配信で飯食ってプロ名乗りたいんだって。おしゃべりして好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやる人生を送るんだって言ったら全員無理だっつったの。そうで3年間できるって言ってくれた人と今ここに立ってるの。そう、みんなが無理だ無理だって言った中で今ここにいる人たちっていうのは和道ならできるって言った人たちと一緒にここまで来たんだよ。そうだから無理なことをまた一からやらないって思ってんの。生まれ変わりたいから、うん、そう、またもう一皮向けようよっていう。そう、ここにいる人たちでならもう信頼があるから、フォローしてくれてる人、見守ってくれてる人、うん、お前ならいけるっしょって、本気ならやれるっしょって、うん、いやもうそこは不正なしで全然行きますよ。あ、本当に会いに行くよ、うん、会いに行く、みんなと会おう。そう、1万人はね、高い目標っていうのは絶対不可能レベルだよ。みんな忙しいわけだからさ、うん、企画を聞かせてクリボーをびっくりさせない、うん、でもそれこそさ、本当にもうリスナーさん巻き、おお、大阪行くよ、うん、また会おう。ケンちゃんとも会おうね。ケンちゃんいないから。うん、ぶち上げたよ。やるよ俺は。やります、絶対やります。だって俺のフォロワーさん全員足しても1500人だから。全員足しても、その代わりあのリスナーさんって言ってるけど配信者もカウントに入れさせて、これ OK。 純粋なリスナーさんって今いないから、みんな配信やってるから、だから OK、 それ OK だよね。で、例えばなんだけど、これはなしっていうパターン言っとくね。ルール明確にするから、これはなしっていうパターン。例えばなんだけど、例えばの例で、便所太郎さんがオフ会やってました。
で、ベンゾ太郎さんの周りに20人いました。で、俺がベンゾ太郎さんに会いに行ったら1カウントになるけど、その20人は俺と会いたいわけじゃないじゃん。これはノーカウント。で、この20人の中の3人が俺の企画の内容を知ってて、いや、ワドリアトツだよって言ってくれたら、その分カウント。要は、その、無理やりトツしたのじゃなくて、その、心通わないとダメっていうか、意思がちゃんと、ぴったしカンカンになった時っていうか、それで行きましょう。うん。配信者も OK、リスナーも OK だけど、その、なんていうんだろう、この企画の趣旨を理解してくれてる人、うん。その人だったら、要は、ワドリアトツ来たよっていう、ふうに言ってくれる人。無理難題を思いつきで決めて出したら、頭全部俺以外に剥げ上がるぞ。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。全然大丈夫。うん。そしたらさ、だって配信のほとんどのリスナーに会ったことある配信者になるじゃん。そんな配信者いないよ。うん、でしょ、うん、だから、誰よりもリスナーさんの顔を知ってる配信者になりたいんだよ。うん、最強の配信者じゃん。うん、誰よりもリスナーさんの顔を知ってる配信者。ネットを超えたいの。俺の当初からの目標書。ネットとリアルに垣根なんかねえ。うん。オッケー。うん。よし。制約と制約、そう。掛け算。で、いつも減らるんだよ。でも、もう減らないよ。もう減らない。うん。ははは。まこな。懐かしいな。お台場行ったもんな、乃木編な。まあ、この話は分かるのは俺と乃木編だけかもしんないけどさ。な。一番古いのおめえじゃん、そういえば。一番古いのお前じゃん。こん中で。なあ。まあ、こんな、お台場行ったよな。窓ですって看板抱えて歩いたら1万人行くかも。いや、なんかまあ、なんか考えるよ。その1万人の証みたいなのは。どれさんだって反対する？いや、ドルさんはやれっていう。男が口にしたからやれよっていう。ドルさんはね、いや、大丈夫だよ。うん。乃木編初日からいた？いや、違う。4日目とか3日目とかだと思う。うん。初日、2日目かな？うん。2、3日ずれてのリスナーなんだよ。よいしょ。うん。よし、頑張るか。新しいフォロワーさん、フグちゃんさんフォローありがとう。4月10日ですね。4月10日の日のうちに僕は出ようと思ってますね。4月10日です。212人か。きついな。捕まらないようにって捕まる要素どこにあんの？逆に。こんなに素晴らしいことで逮捕されるとか意味わかんないでしょ。マジで。捕まる要素ないよ。全然全く問題ない。全く問題ない。健康だけは気をつけてほしい。でもね、いいよ、いいじゃん。うん、全部見せるよ。風邪ひいてても、泣いてる時も笑ってる時もいつもカメラ回すよ。うん、それでいいじゃん。人生ネタだからさ。さあ、みんなどんな顔してんのかな？みんなどんな顔してんのかな。伝説作るぜ。一年で終わらせる気なんかねえぞ。ドラゴンボールの世界だと思ってるから。スーパーサイヤ人になって帰ってくる話だから。でもね、でも、昔の遣隋使とか遣唐使とかさ、ペリーとかさ、その偉大な人たちとかいるじゃん。その人たちから考えたら何言ってんの1万人とか。
俺ら他の国行って侵略してきたりしてるんだよとかさ、殺し合いしてるんだよっていうのに比べたらへでもねえよ。昔の侍の関ヶ原とかに比べたらへでもないでしょ。はあ、みたいな。1万人に会うだけでいいの？みたいな。俺なんか何十万何十万で殺し合いなんだけど、みたいな感じでしょ。大丈夫だよ。日本人なんだから。侍なんだから。そう、戦場に行くわけじゃねえんだからさ。大丈夫だよ。吹っ切れた。マリー・アントワネットさん。吹っ切れた。そうそう、マゼランに比べれば甘えだよね。そう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 。でっけえやつがいるんだよ、世の中には。こんなので伝説なんかじゃねえよ。誰だってできるよ。大丈夫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 。ねえ、伊能忠敬って、千葉県の人だよ。伊能忠敬、測量を考えた人なんだけどね。生きてる間には完成しなかったんだけどね。 いや、でももう毎日放送するよ。ロバが旅に出たら馬になって帰ってくるのか。どうだろうな、わかんねえけど。まあでも少しはマシな笑顔になるんじゃないの。 かっこいい笑い方できるんじゃないの。保険証持ってない、持ってない、いらん、もう。何もいらん。もう何か考えたら怖いから、全部が全部。全部が全部怖いから。もういい。ただ日本を歩くだけなんだから。何が怖いことあるよ。仲間に会いに行くだけじゃないですか。何も怖いもんないよ。入院して企画が中断も面白いじゃん。全部ネタだって。全部ネタだよ。全部ネタ。全部ネタ。全部ネタ。これ以上もこれ以下もないから。夕飯ね、夕飯までには帰ってこないとね。大丈夫だよ。近くまで来たら、のんたんも来てくれるよ。車でブーンっつって。ワドさん来たよーっつって。 そういうノリで行こうよ。不安なんてないよ。不安なんてないよ。いつでも会えるんだよ。日本狭いから。同じ地球だから。つながってるから。大丈夫だから。インターネットもつながってんだし。そう、会えるよ。そう、何も考えない。もう決めた。もう決めた。大丈夫。そんな大したことじゃないから。人間ができる範囲のことだから。俺が想像するぐらいのことだから。何それ、アイシールド。アイシールドはわかるけど、デスマーチがわかんないな。あとはでも条件つけないよ。別に、ヒッチハイクなの何なのっていうのはやるつもりないから。ただ、リスナーに会わなかったら意味ないと思って、旅すんのも。大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。大丈夫。こんなにたくさんの人がいるんだから。こんなにたくさんの人に支えられてきてるんだから。大丈夫。考えたら行動できない。和道の今の考えは正解。いや、考えたら行動できないよ。悩むなっていうね。でもね、本当はね、旅出るってそれくらいしないとダメだと思うんだよ。なんか、なんだろう。だってさ、山登りとかそういうことでしょ、結局。なんかクレイジージャーニーとかに出てる人ってそういう人たちじゃん。なんかクレイジージャーニーっていうテレビ番組好きでよく見てんだけど、なんかぶっ飛んでるじゃん、あの人たち。でもあの人たちの笑顔ってすげえキラキラしてんだよ。子供みたいに笑うんだよ、大人なのに。なんか生きてるんだよ、あの人たちって。なんでかっつったらさ、命がけでやってるからなんだよね。そう、とんでもないことなんだけど、実は毎日の積み重ねだったりするから。だから大丈夫だと思うよ。
ゆっくりでいいから歩きゃいいんだもん。いや、だから交通手段とかあんま考えてない。そこは縛り入れるつもりない。一番人に会えばいいんだから。寝泊まりとかもう考えない。もう怖い。何も考えない。うん、出る。勇気だけ。勇気だけポケットに入れて持ってって。パソコンと電波と勇気だけしかない、俺には。それだけで飛び出るわ。クレイジーにもゴールが必要。まあだから1万人とかでいいんじゃん。1万人でいいんじゃん。1万人とまあ都道府県全制覇だろうな。うちの県来なかったじゃんとか言われたらね、ね、申し訳立たないから。全部の県制覇じゃん。高知来たらホテルの飯、マジか。うまい飯頼みますよ、安彦さん。くっそうまい飯頼みますよ。ホテルは安いので、漫画喫茶とかでいいから。超うまいさ。なんか地元で一番好きな。そう、高いの食いたいとかないから。なんか行きつけのさ、安彦さんがさ、そう、ここの飯がうまいんだよっていう B 級グルメでいいから、とんでもなくうまいの食わせてください。うん、全県制覇する。みんなも会いに来てね。うん、みんなも来てね。うん、一緒に、俺を助けて。うん、俺一人じゃこの企画はできないから。ランプナイフカバンに詰め込んで銃刀法違反じゃないか。また前科つく。うん、でもそうだね、なんかね、なんかパズーみたいだね。でもパズーいいよな、シータのためにさ。おばさん僕も連れてって、あれだよね、男の子はね。15秒で試着しなっつって、うん、あれだよ。安にいらっしゃい、頑張ります。頑張ります。カツオのたたきと宴会と浴びるほど日本酒飲むか。僕あの酒飲まないっす。僕は酒飲まないっす。ただカツオはクソ好きですね。カツオは大好きですね。僕はお酒飲めないっす。うん、神戸に来ても神戸牛は食わすことはできません。いいじゃん、スーパーで買おうよ。スーパーで安い肉買おうよ。会いに行くけど仙人みたいな姿になって臭くならないね。絶対なる、申し訳ないけど。うん、絶対なる。もう一個で、これ個人的に決めてることがあって、髪とヒゲは一回も切らないって決めてる。髪とヒゲは一回も切らないでいこうと思ってる。もうボーボーになって、なんか、熊男みたいになって放浪しようと思ってて、もう本当の旅人みたいな感じで。そう、もうなんつうの、もうロン毛、なんか、わかる、イメージつく。なんだ、ワンちゃんが増えてんだ。喧嘩してる。仙人になるっつうか、まあだから俺はもう本当に、なんだろう、ヒッピーみたいな感じで行こうと思ってるから。まあ。でもなんか、そこはむさ苦しい方がさ、なんか、その、旅人っぽいじゃん。わかる？仙人に会いに来たい人いるって。まあ、ね、いいじゃん、そこは。その方が雰囲気出るじゃん。
何回職質されるかね、分かんないけどさ、全部経験だよ、全部経験。まあだから、じゃあまあいいや、髪の毛は切ったり剃ったりするか。そうだね、1万人にこだわらないといけないからね。そうだね、こだわるべきは1万人だからね。そっからブレたら終わりだから。カツオだけでいいの？サワチ？サワチがわかんないな。サワチ料理っていう。へえ、もう全然もう連れて行きまくってもらえると嬉しいですね。連れて行っていただけるとめっちゃ嬉しいです。職質はまあね、何してんのってなるだろうね。リスナーさんに来てもらったら、もう何でもありでしょ、もう。もうルールは1個だけだよ。ルールは1個だけで何でもありだ、何でもあり。あ、おまわりさんにリア突ですって言われたら勝ちだよね。財布は持参しないでください。死ねって言ってんの、俺に。坊主？あ、坊主から始めてどんどん伸びていくかもいいかもしれないけど、俺、坊主結構こわ面になるから。そう。でも、アンチでもいいじゃん。別にリア突だったら。アンチでもいいじゃん。どれくらい痩せるかだよな。でも面白くない？ 2 ヶ月間ぐらいでヒゲボーボーでさ、眉毛ボーボーでさ、髪ボーボーでさ、戦うん。 あいつなんかボーボーだぞみたいな。 面白くない？ なんかもじゃもじゃのやつ、テルチャンピンと戦ってんなみたいな。 ありがとうございます、安彦さん。とにかく暴れ回ってやろうと思ってますね、配信会で。 仲間いっぱい増やした方が勝ちですからね。とにかく楽しもう。とにかく楽しみましょう。懐かしいことはんで名乗られたらまだ泣いちゃいそう。え？乃木編って？でも成功したらしたで燃え尽きそう。いや、もう成功したら成功したで燃え尽きていいでしょ。これで燃え尽きなんかね、燃え尽きて全然いいと思うよ、俺正直。しばらくね、余生でいいんじゃんっていう。そしたらまたさ、世界編は何の企画にしようとかさ。ご飯だけだ？お帰り。ジャスティン・ビーバーに成功してもらえばすぐに1万人行く。いや、なんかいいんだよ、泥臭くて。TJ の全国ツアーとか大変、まあ大変ですよ。絶対あれ大変だよ。旅するっていうだけですごいよ。配信で食ってだけですごいよ。みんなすごいよ。大好きだよ。配信者すげえよ。そう。でも配信の中でてっぺん取りたいんだ。そう。配信の中で一番取りたいんだ。やっぱり。人気者になりたいんですよ。落ちる。またね、ミシェルありがとう。ミシェルありがとうございます。今日ちょっとリスワン撮りたいんですけれども、皆さんお願いがあります。この放送、ツイッター拡散していただけると嬉しいです。ワド1万人リア突するまで旅配信やめないってさってコメントつけて、ツイッターで新規リスナーさん呼び込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、パフェありがとうございます。お願いします。完成するっていうか、まずは
まずは4月10日にまず出るかどうかだよね。やっぱやめたっていうかもしれないから。 そしたらもうこの世界で生きていけない。安彦さんありがとう。お風呂行ってらっしゃい。そうなんだよ、もう今月6回目よ。なんて書く？ですね、じゃあちょっと待ってね。はい、じゃあ文面は、ちょっと待ってね。これでお願いします。もしよかったら皆さんツイッターで拡散お願いします。重大発表、和道の旅配信はリア凸1万人まで帰れません。もう引くに引けないように拡散していただけると嬉しいです。この放送の URL を拡散してってください。ツイートするってあるでしょ、拡散するみたいな。パフェありがとう。とんがりボイスさん、風船5個ありがとう。もう引くに引けないようにガンガン拡散しちゃってください。和道ポップ？何ポップって？ポップってなんだろうな。ポップ？ よろしくお願いします。なんだろう。久しぶりに顔見たけど、おでこの砂漠化がやばい。そんなにね、広がってんのかな？自分だと気づかないからな。あんまり広がってないと思うんだけどな。広がってる？匿名さん。そんなに自分では分かんないかもしれない。日本一周ポップ？おー。ポップっていうのが何なのかわかんないんだよね。ごめんね。日本一周のポップ、チラシってこと？チラシなんか荷物になるから重たくて難しいぜ。俺作れないよ、デザインとかできないから。リスは時間的に間に合うかな？間に合うかな？どうなんだろう？千葉さんと俺競ってるんだけど、千葉さんが今1位でしょ？ソレイユいらっしゃい。拙者は楽天を頭に詰め込むために落ちるでござる。おい、ありがとね、応援してくれて。乃木編また。お疲れい。乃木編また来てね。どうなんだろうね、リスワンは。まあ、取れるっしょ。大丈夫っしょ。いけるっしょ。告知ポップ？ああ、なんか作った方がいいのかな、そういうの。なんか、スタッフさんがいないからさ、みんな配信者が作ってるんじゃなくて、あれ、リスナーさんが作ってくれてるんだよね、みんな。少しの差ですね、テロップを。テロップを何にしたらいい？テロップなんか変えた方がいい？テロップ変えらんないんだよ、ふわっちって。ふわっちはね、ツイキャスと違ってね、テロップを変えらんないんですよ。テロップを変えらんないんですよ、残念なことに。じゃあ一回テロップ変えますね、皆さん。一回、あ、いいや、このまま放送する。いや、これで大丈夫だと思うよ。このまま行くわ。なんかね、釣り配信とかあんま好きじゃないから、ちゃんと配信に沿ったことやりたいから、自分の配信に。
風がすごいな。そうなんだよ。本当はね、そうそう、休もうと思ったけど、もうなんかもう、リスワンも今日取ろう。リスワンも取ろう。咳苦しいっすね。パフェありがとう。咳苦しいな。本当はね、今日休もうと思ってたんだけど、もうなんか、吹っ切りたい。もう、この悪い流れを全部吹っ切りたい。俺は。もう、パッと行きたい。パッと行きたい。なんとかなるっていう。今日何食おうかな。まあ12時回ったらリスワンもう決定だから、あと45分で俺は飯食いに行こうかな。 何食おうかな。なんかスタミナつくもん食べたいよね、せっかくだから。みんな今日何食べたの？ご飯は。昨日焼き鳥の、なんか、筋肉つくものがいいなと思ってるから、あればっかり食べてるんだよ。なんだっけ。なんだ。鶏肉か。鶏肉。現在27差。22？ああ、また僅差だね。なんだろうね、このかする感じ。俺ね、正直言うと2位キープする方がずっと難しいと思うんだよ。なんでこんな感じなんだろう。なんかね、和道アンチの勢力とか動いてんのかなとか思ったりするよ。サラダチキン食べたことない、俺。美味しいですか？あれ。なんか、味が薄そうな気がして、なんか嫌だなと思って。叙々苑なんて高くていけないよ。鶏はね、胸じゃなくて、俺、ももとか胸とか。28。あ、そんな僅差なんだ。なんでこんなせるんだろう。なんかの陰謀を感じるよね、ここまで来ると。お前なんて呼吸止まれかすが。ピエロさんいらっしゃい。なんでそんなひどいこと言うの。豚キムチいいね。サラダチキンいいって言うよね。コンビニで売られてるもので一番その、なんだ、いいやつってサラダチキンになって俺も聞いたことある。お前なんて呼吸止まれかすがってすげえ悪口だよね。1位って釣りタイトル。え、何が？俺1位なんて書いてないよ。え、何何？ウィルキンソンさんいらっしゃい。あ、そうそう、ウィルキンソンって俺海外の炭酸飲料メーカーだと思ってたんだけど、あれ日本のメーカーなの知ってた？みんな。ウィルキンソン。ウィルキンソンってあれ、日本のメーカーなの、みんな知ってた？俺ずーっと海外メーカーだと思ってたんだよ。で、海外の炭酸はやっぱ強いなとか思って。海外の炭酸はやっぱ美味しいなとか思ってたんだよね。買収されたんだ。へー。そう、なんかネットで調べたら日本の企業であるっていう。びっくりしたんだよね。選抜って人？選抜って人別に1位って書いてないよ。まあ今1位だったら1位って名乗っていいんじゃないの？暫定1位って意味で。全然いいと思う。脂質少なくてタンパク質多い食べ物を食べよう。向こうが切ったらこっちも切って枠取り直した方がいいかも。逆逆。逆逆。逆なんだよ。ハチ任せて。俺配信者だから。俺大丈夫。逆なの。今のタイミングは、勝ってる時はそれやっちゃダメの。負けてる時にそれやんの。枠、細かく切るのは。向こうは、新規呼び込むために、その女の子の釣りサムネ使ってるわけですよ。そう。でもね、それってフォロワー増えないからやっちゃダメなんだよ。
そう、要はね、その船場さんの次の放送、あ、この人釣りの人だって絶対なるから、見に来なくなっちゃうんだよ、次。だ、もったいないよ、船場さん力あるんだからさ。実力ある配信者なんだから。まあ、でもそこがね、俺に足りないところだからな。うん、貪欲になるっていうところね。見習わないとね。そうそう、一回騙されちゃうとね、リスナーさんはずっと覚えてるから。俺はだから、まあ、淡々とやりますよ。淡々と。淡々とやってずっと2位なんだけど。淡々とやりすぎだろって。お前ちょっと焦ろよっていう。青山始まった？さあ、どうなるかな？昨日俺青山煽って負けたかんな。くそ恥ずかしいわ。昨日青山を煽りに煽って負けたからね。もう青山には今ちょっとね、俺煽る気にならない。申し訳なさすぎる。かっこ悪すぎるから。青山パイセン、わーとか言って、練習する気ねえのかよとか言ってさ。くっそボロ負けしたかんね。あれは恥ずかしかったよ。 まあチャンピ今乗ってるよね。ヒカルくんのリスナーと相性良かったんだろうね、多分。 まあまあ自分の戦いだから、これは。 一回切ろうかな。 どうしよう、枠。そわ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 するわ。一回やっぱ枠切ろう。ハッチの言うこと信じてみるわ。マイペースすぎるから、一回俺ハッチの言うこと信じてみるわ。一回枠切ろっか。ラストタイトルで攻めよう。オッケー。ラストタイトルで攻めようか。オッケー。じゃあ皆さんお疲れ様です。次枠がラストの配信。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。